2人のものだったのに。 でも、このドロップ品はやっぱりキリト君にあげるよ。私よりもキリト君の方が使いこなせそうだもん。
あるかも。システム的な問題だって分かっていても、ふとした瞬間にキリト君のステータスが見えないと、なんだか不安になる。それにね、22層の家に帰れなくなっちゃったじゃない？あの家には、キリト君と一緒の思い出が全部詰まっていたから。みんなと同じ宿屋で眠るのも嫌なわけじゃないけど、寂しくて。
イス。珍しいなって思って、これって教会だよね。うん。お邪魔します。誰もいないのかな。何かイベントが始まりそうだね。あ、向こうに人がいるよ。おや、お客様でしたか。
普段は工房にこもっているもので、気づかず失礼しました。ここに工房があるんですか？ええ、この建物の裏に。修道院の神父たちで銀や貴金属の鋳造をしています。主に指輪の類のアクセサリーを売って生活の足しにしているんですよ。どのような指輪でしょう？ついの指輪です。ほう、ついの指輪ですか。キリト君、神父さんの頭の上、金色のクエスチョンマークが出てる。言ってた儀式のクエストってこれのことだよね。本当は他の話題で起動するのかもだけど、まあ、うまくいったからいいじゃない。お入り用でしたらお作りしますよ。普通の指輪だったらすぐ作れます。この層で手に入る金属を使えば、素晴らしい輝きの指輪ができますよ。ですが、強い怪物が守っているため、材料が手に入りづらいんです。この町の西に縄張りを持つ怪物なんですが、この辺りで修行しながら、ゆっくり力をつけて、戦いに挑むといいですよ。神父さん、ありがとうございました。材料が手に入ったらすぐ持ってきますので。ええ、お待ちしております。道中はどうかお気をつけください。わかってる。すぐに材料集めを始めましょうか。キリト君、準備はいい？じゃあ行きましょう。